はい、本日はですねこちらパタゴニアのシンチラスナップティープルオーバーを紹介していきたいなというふうに思います。でこちらのフリースがですねもうパタゴニアといえばフリースの元祖ということになっているので、もうほんま元祖中の元祖のフリースっていうことで、まあ、僕個人的にはですねこれ購入するの結構楽しみにしてて、まあ、やっぱ楽しみにしてた理由といえば我らが神様木村拓哉さんということで、あのキムタクが来てたといえばそれはもうやっぱ憧れるじゃないですか。でまあそれでこう楽しみにしてたっていうのもそうやし、でそれ以外にはちょっとこのシルエットがね後で見てもらうんですけど、ちょっとこうダボっとしてる感じになってるんですけど、そのダボっとしてるのにもこう理由があったりとかしてるんで、まあその辺のお話とかをちょっとショートしていこうかなというふうには思ってます。ということで、まあ一応フリースはこれはパタゴニアが初めて作ったっていうのが元々になってて、まあその辺のお話とかも後ではしていくんですけども、まあ一応そんな感じになってて、まあ今日の流れとしてはですね、まず特徴を話して、まあこのフリースの特徴どういった特徴があるかっていうのを話して、で次にデメリットですね、あこれちょっと微妙やなみたいな感じのがあって、それがね2個ぐらいあるかなあって、で次におすすめの人、これ逆におすすめの人はこんな感じの人がおすすめですよっていう話をしていって、最後にサイズ感でいきたいなというふうに思いますので、その順番でいきたいなと思います。でまず1つ目の特徴としてはですね、やっぱり我らが神様木村拓哉さんということで、だいたい2000年前後の木村拓哉さんがお好きな方って僕の視聴者の方めっちゃ多いと思うんですよね。やっぱ1998年ぐらいから2004年ぐらいまでのこの時がめっちゃ好き、グッドラックとかヒーローとかビューティフルライフとか好きですっていう人多いと思うんですけど、まあ、その中でもこのフリースも、着てて、ビューティフルライフっていう、まあ、美容師のドラマやったと思うんですけど、これ木村拓哉さん好きじゃない方からしたら申し訳ないんですけど、まあ、そういうドラマがあって、その時に着てたフリースになるんですけど、まあ、その時に着てたのはちょっと色味がもうちょっと派手な色味にはなってるんですけど、それぐらい前から20年以上前からずっと変わらん形で作り続けられてて、今もなお発売されてるということになるんですけど、まあ皆さんにとってあんま関係ないかもしれないので次に行きたいなと思います。で次の特徴がですね、結構思ったよりも、分厚いということになってて、これパッて見てもらったりしたらそんな分厚くない薄めのフリースかなって僕はずっと思ってたんですよね。で多分これ見ていただいてる方の中でも確かにそんな分厚くなさそうやなと思う方いらっしゃると思うんですけど、例えば僕が持ってるこのノースフェイス のマウンテンバーサマイクロジャケットっていうのがあるんですけど、これは結構比較的薄いフリースになってて、僕のパッと見たイメージはこれぐらいの薄さのフリースかなって思ってパッて触ったらめっちゃ分厚いやんと思って、まあ、どれぐらいの分厚さかっていうと、ノースフェイスで言うならばこちらのデナリジャケットぐらいの分厚さがあるので、多分こうパッと見た感じのイメージよりは分厚いんですよね。まあその辺がまあさすが元祖やなと思うんですけども、まあパタゴニアの公式サイトで見てみたら一応8オンスって書いてあったんで、まあ、8オンスのアウターというかトップスって結構分厚めやと思うんですよね。だからまあまあ意外と分厚いなっていう感じになってるっていうのがまず一つ目の特徴になるかなと思います。で次がですね、 Y ジョイント袖っていうことで、これよくパタゴニアではあるんですよね。で Y ジョイント袖ってそれなんやねんっていうことやと思うんですけど、この脇のところを見てもらったら分かるんですけど、この脇のところね、ピュッて伸ばしたらこう Y 字になってるじゃないですか。分かりますかね、これちょっと向きが Y 字にはなってないんですけど、これ Y 字になってるんですよ。でじゃあ他のやつはどういう感じっていうと、例えばこういうノースフェイスとかやったら、この Y 字っていうところまでいかんというか、まあ、こう見てもらったらこう肩のラインよりは下なんですよね、袖が。でまあこれこうやって上げたらそれはむしろ無理やり上がるんですけど、多分元々の縫製自体はこういう感じで肩よりは下に作られてるんですけど、こういうスナップティーはですね、まあ、パタゴニア多いんですけど、こうやってもう自分の肩よりも上に来てもそんなに突っ張ったりしない。もちろんこんな上に上げたりしたらこうたるんでくるんですけど、普通にこうピンって伸ばすんやったら肩より上に上がるってことで、まあ、これが何が起こるんかっていうとですね、これも僕ほとんど見えてないですけど、まあ、このまま続けていきます。どうなるかというと、例えばですね、こうやって服が着てるときにこうやって腕上げるじゃないですか。で腕上げたりしたらこう裾が上にヒュッて一緒に上がってくると思うんですよね。そしたら丈の短いやつとかやったらこう腕上げた瞬間におへそチラ見し、ちょっと恥ずかしい気分になったりすると思うんですけど、こういうパタゴニアで Y ジョイント袖が作られてるのって、このフリースもそうやし、あとレトロ X とかもそうなんですけど、こう腕がもともと高く上げるように設計されてるので、これぐらい上げたらそれはもちろんついてくるんですけど、もうこれぐらいの腕の動作であれば全然裾が上がったりしないんですけど、普通のフリースとかやったらですね、やっぱりこの辺までしか作られてないので、上まで上げるとちょっとこう裾がついてくるんですよね。やっぱこの辺が行動っていうか、この動きまで考えられて作られてるっていうのが、このパタゴニアのワインジョイント袖っていうのは、このパタゴニアらしいというかならではのポイントやと思うんですけど、そういう動きの部分まで考慮されてるということになってます。で次がですね、フリースの元祖ということで、これちょっと話す順番は間違ったけど、まあいいでしょう。これ一番最初に話してた方が良かったんですけど、まあ、フリースの元祖
ってことになってて、これ一番最初にフリースができたのっていうのがですね、1970年前ぐらいのことになってて、でその時に初めて作ったブランドがこのパタゴニアになってるんですけど、まあ、フリースってそもそもの意味は羊の毛っていう意味なんですよね。で羊の毛のごとくモワモワになってて、これは別に羊の毛を使ってるわけでも何でもないんですけど、羊の毛のようにモワモワっていうことで見た目がそういうのに似てるからフリースっていう名前がついたんですけど、ほなもともとなんでそんなもん作ってんやっていうことになってくると思うんですけど、まあ実は登山でできたらしいんですよね。でへーとな、登山でできたんやって感じだと思うんですけど、今まで登山ではこうトレーナーとかそういうまあスウェットみたいなのを着て登山してたらしいんですよ、1960年代とかは。ほんならめちゃくちゃ汗かいてきたら、まあ、あのグレーのパーカーとかあると思うんですけど、こう脇汗べっちょりみたいな。ほんでパーカーとかってまあ濡れたら分かると思うんですけど、なかなか乾かへんじゃないですか。冬の洗濯でもなかなかこのフードのとこ乾きませんってなると思うんで、全然乾かないんですけど、それをちょっとどうにかしやな、ちょっとこれ生死にさまようなっていうことでパタゴニアが作ったのがこのフリースなんですよね。だからどういうことかっていうと乾くんですよ。で濡れにくいっていうのがあったりするので、まあ日常生活ではそんなに登山毎日行っている人って少ないとは思うんですけど、まあ、日常生活で言うなら洗濯がめちゃくちゃ乾きやすいっていうところも、まあ、フリースのいいところであったりとかしてて、まあ、そういうのがもともとフリースが作られた要因ということになっているので、まあ、本来この話を一番最初に掘り込んだ方が良かったとは思うんですけども、まあ、一応まあこういうのもあるということでお話してきました。で次にデメリットに行きたいなと思うんですけど、このフリースならではのデメリットと、あとフリースとしてのデメリットっていうのがあるんですけど、まずフリースとしてのデメリットっていうのはですね、こんな暖かくて乾きやすいとめっちゃいいやんと思うと思うんですけど、これ残念無念なところがですね、やっぱ風が通るんですよね。でフリースってどんなフリースでもそうで、やっぱ風が通っちゃうっていうのがデメリットであって、むしろまあデメリットというかいいところでもあるんですよ。あんまり蒸れすぎると暑くなってくるっていうのがあるので、あえて風が通りやすいようにしてるっていうことがそうなんですけども、まあ、これ1枚ではやっぱ冬はさすがに無理やと思うので、まあ、風が通っちゃうっていうのはスナップティーやからっていうことじゃなくて、こういうノースフェイスのフリースであろうがユニクロのフリースであろうが関係なく全部のフリースがまずそうですよということになってて、いい音って、うん、使うぞそれ。で次がですね、ちょっと見上げてもたやんけ。で次のデメリットっていうのがですね、まあ、これはスナップティーならでは のデメリットになってくると思うんですけど、これまあパッて見てもらったら分かるんですけど、ポケットがないんですよね。でこの胸のポケットはもちろん1箇所あって、これボタンがついてパチッて外すと、まあ、ポケットがあるっていうのはいいんですけど、普通ってこういうトップス系ってね、この脇のところっていうかあるじゃないですか、ポケットが。でもこんなんもないし、じゃあ後ろあるんでっかって言ったら後ろもないんですよ。だからまあこの辺はちょっと1枚で着るってなった時はボディーバッグとかをこう駆使して出歩く必要があると思うので、ちょっとその辺はポケット作ったらええのになみたいな、もう一箇所ぐらいあっても全然物足りんことないのになと思うんですけど、このポケットの大きさで言うならばですね、例えばこういった長財布なんかはもう全然入らないんですよね。こう飛び出るようなぐらいの感じになってて、横幅的にはまあ長財布でもいけるんですけども、縦が全然無理なんで、要は2つ折りの財布とかやったらギリ入るぐらいやと思うんですけど、ここで出てくるんですよね、我が家の食費財布。これは嫁の財布じゃないです、我が家 の食費の財布です。まあ、これとかやったらそうですね、ギリギリ入るかなぐらいなんで、まあ、もちろんこれ以上ちっちゃいアイコスとか、まあ、エアポッツとかそれ鍵とかは全然いいんですけど、まあ、ちょっとこう財布とかは入れれないんで、ボディバッグを持つ必要があるんじゃないかなと思います。でちなみにこの裏側がメッシュになっているので、あんまり鍵とかのそういう尖ったやつを入れるのはどうかなということにはなっていると思うので、ちょっとこの当たる感覚は絶対あると思うので、あんま尖ってるものよりは尖ってないものがいいんじゃないかなというふうに思いますね。というのがまあデメリットかなと思いますので、まあ、風を通しやすいっていうのと、まあ、ポケットが少ないということになってて、で次におすすめの人がどういう人がおすすめなのかっていうとですね、まあ、このフリースってさっきも言ったみたいに風を通すんですよね。だから風通すってことはあくまでも重ね着をするのが前提になってるので、まあ、要はレイヤーですよね。重ね着というかレイヤーになってると思うんですけど、まあ、そういうレイヤーして体温調節をする人なんかにはめっちゃ向いてるような感じだと思うんですけど、例えば冬場とかになったら俺も何も考えるとダウンジャケット着んねんみたいな人にはあんまり向いてないというか、ダウンジャケットの中にこれを着るにしてはちょっとモワモワしすぎてるんちゃうかなということになってて、ちょっと一回着てみましょうか。まあ、こんな感じなんですよね。だからまあ袖とかもやっぱりこう結構分厚いというか太い感じになってるので、ダウンジャケットの中に着るにしてはちょっとモコモコして着づらいとは思うので、まあ、ダウンとか着るんじゃなくて、多分この上からやったらほんまにマウンテンジャケットとか着てこう風を通さないようなジャケットを着てしまえばめちゃくちゃ着方としては合ってるので、そういう着方を普段からされてる方なんかにはおすすめかなというふうに思いますし、まあ、何よりこれ定番なんですよね。まあ、それさっき言ったみたいにかの有名な木村拓哉さんが着てるっていう
うぐらい昔から着てるようなあのフリースになってるので、もう定番中の定番なんで、まあ、この辺は別にそんなに、まあまあ、いいから多分残ってると思うので、まあ、定番とかがお好きなやつ人っていうか、こう定番のアイテムがお好きでクラシックのアイテムが好きとかっていう方にはもうめちゃくちゃおすすめだと思うので、まあ、そんな感じになってるんじゃないかなと思います。まあ、多分ね、こう普段の仕事とかで着る人っていうのは結構限られてる人だと思うんですよね。スーツとかがやっぱ皆さん多いと思うので、だからこう土日週末とかに着るときにこうダウンジャケットガバッではなくて、こうまあ何着か着重ねていって、まあ、体温調節する人にはめちゃくちゃいいと思います。さっき言ってたこう Y ジョイントスでもこんな感じですね。こうやって腕こう上げても裾がついてきないんですね。普通もうちょい上まで上がったらこうやってついてくるんですけど、これぐらいやったら全然裾がついてこないんで、おへそが見える心配がないので、この辺は安心して、バクバクご飯を食べていただけるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、最後はサイズ感を見てもらいたいなと思うんですけど、僕がですね178の65キロで、M サイズを着用します。まあ、サイズ的には多分 M が本当にジャストっていう感じで、もともと別にこれスタイリッシュな腕の細さとかじゃないので、まあ、こういう感じで着るっていう、まあ、普通の着方になってると思うので、まあ、最後それを見てもらって終わりにしたいなというふうに思いますので、本日はですねシンチラスナップディープルオーバーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。We're both getting out of line.